皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業が飽和しているこんな時代だからこそ、リブランディングの考え方を取り入れようというテーマでお話をしていきたいと思います。教室業が飽和しているっていうことは、教室の先生ご自身もひしひしと感じている世の中の実情だと思うんですよね。それは特に数年経過している先生、10年とか長年やってる先生ほどそれは実感していることだと思います。答えは単純で、教室が増えたからっていうことです。で、増えたからっていうほど手軽に参入ができる、業種業態であるっていうことですね。まず教室をこれから立ち上げたいと考えている人は、まずそのすでに飽和している状態にまず自分が入っていくんだっていうことは、まず新規の方だったら特に自覚した方がいいんですけれども、で、前からやってる方ですね。前からやってる方は、ちょうどやっぱりこの時期にですね、飽和している、しかも、コロナの影響があって新しい生活様式に、オフラインからオンラインにっていうこの大きな変革の時にはリブランディングですね、教室のリブランディングが必要になる。リブランディングって何なのかっていうと、教室自体の方向性も含めて、あと顧客対象ですね、それをどう変えていくかっていうことも含めてですね、ブランディングをし直さないといけないんですよ。で、これがですね、結構最近私のところの、新規の方のご相談、とか受け付けた時に非常に多く来る案件です。ゼロからの集客の方ももちろんいるんですよ。開業でどういうふうにしていったらいいかわからないからっていう方は、それはそれでお引き受けしてお話をしているんですが、同時に増えているのがリブランディングですね。今までのやり方だとどんどん集客が減ってきている。将来2年先5年先を考えた時に、今の教室の形態だと多分先細りになってうまくいかないだろうと思っているという、そういう状況において、自分がどの方向にどう向かっていってかわからないという声をよくお伺いするようになったので、今日のテーマをお話ししてみようというふうに思いました。はい、ということで本題の方に入りたいと思います。今日の話をしようと思ったきっかけっていうのは、もちろん教室が飽和状態にあって皆さんが、試行錯誤していて、おそらく自分のやり方では今一つダメで、でも自分の頭で思いつかないから相談をしようということでご相談してくださる方が増えているので、私のところにそういうご相談が多くなってきてるから喋ろうと思ってるっていう、社会情勢があるわけなんですけれども、それもプラスあるし、あとやはりいろんな企業さんとかいろんな業種業態もですね、世の中の事象と流れに合わせて業務形態とか、動き方、あとは顧客対象、あと売る場所とか、そういうのも工夫しながら店舗展開とかされていたりする会社さんもあるんですね。で、今日のお話で一つ例として挙げたいなというふうに思ったのが、スポーツ用品店のですね、石井スポーツさんっていうところがあるんですけれども、その石井スポーツ店さんがマロニエゲート銀座店っていうところに出店したんですよね。で、これは私も石井スポーツさんの雰囲気は、なんとなくは理解はしてるんですよ。スキー、昔ね、今はどうなんでしょう、スノボとかがメインなんでしょうか、スキーのシーズンの時にね、石井スポーツとかっていう字で看板で昔1回だけスキー用品を買ったことありますけど、あとはそれを保管しとくのが大変で、お手入れも大変なんで、もうレンタルでいいやって言って毎回レンタルする人に変わったんですけど、そういうなんかスキーの専門店か、冬でない時には登山とか、なんか登山グッズとか、なんかその山に登るグッズを売ってるっていう、すごく専門店っていう印象がすごく強いお店だったんですよね。で、その石井スポーツがなんでそのなんかいかにも登山とか関係なさそうなおしゃれな街銀座に出店したんだろうっていうのは、まず疑問なわけですよね。疑問っていうか、もちろん理由があってっていうことは分かってはいるんですけれども、そう思い切ったなっていう印象があります。で、それは多分その登山とかスキーって今
どうですか、皆さんやりますかね。なんだっけな、登山ガールって山ガールって言うんでしたっけね。山に行くのをこうやって、おしゃれなその登山グッズとかが売れているみたいなのをなんかテレビで見たことはあるんですけれども、まあそういう一部の女性がね、昔よりはだから男の人がこうベストでとか、なんかものすごいこう、ね、靴もそういう靴で荷物いっぱい持ってっていう、そういう登山よりももうちょっとライトな低い山で、まあ気分転換だったりとか、あとはそういうものいいよねって思うアウトドア山ガールですかね。そういう方たちが増えてきて、ファッション的な登山グッズが増えたっていうニュースは見てたことがあるんですけど、多分それでもまだ専門的なマニア向けの顧客層を狙った、まあ、店舗展開とか商品展開だったと思うんですよね。で、それが銀座に出したっていうことは、基本的に狙ってる層が女性ですね。女性のもっともっとライトなところになります。もっともっとライトっていうのは登山とかいうレベルのところじゃなくて、アウトドアっていうもっと広くて初心者低いところで、ニュースで言うと、コロナのことがあってからキャンプ場がどこもいっぱい出て、まあ、むしろそっちの3密の方がやばいんじゃないかっていう気はするんですけれども、それぐらい結構キャンプが流行ってる。あとグランピングでしたっけね、なんかそういうこう家っぽいやつをドーン作って、そこでね、みんなで過ごすみたいなものとか。私ごめんなさい、アウトドアね、あんまりやらないんで詳しくなくてあれなんですけれども、キャンプ場バーベキューとかグランピングとか、そういう3密を避ける、でも家ばっかりだと退屈だよねっていうところの場所っていうのがキャンプ場っていうところになったんだと思うんですね。だから山には行かないけど、キャンプ場には人はいるっていうことになるんですよね。そうすると、ノウハウとか、商品展開とかで似通ったところで言うと、アウトドアっていう共通点がある場合には、キャンプグッズとか売っていく。しかもファミリー層向けに。しかもそういったファミリー層向けの初心者的な超マニアの男の人のこだわりとか何かっていうような商品じゃないまで、だいたい商品購買決定権は女性にありますので、だから女の人が行く場所に店舗を出すのがいいですよね。まあ、なかなかにその家賃考えるとどうなんかなっていうのは思うんでしょうけど、まあ、勝算があるから当然立地の条件とか売れるであろうっていうデータを持って出店はしてるんでしょうけれども、まあ、銀座店っていうのができたっていうことですね。石井スポーツさんっていう、そういう老舗な感じのところが。そうすると、今まではどちらかというと山登りが大好きなガツガツのマニアを集めているような顧客層で展開していた店舗の商品だったのが、今はそこがもう売れないっていう、ちょっと先細りだよねっていうところで、新たな顧客層を拡大するために商品も変える、品揃えをキャンプとかそういうアウトドアグッズに変えて、多分おしゃれなのも増やしてると思うんですよ。女子供が 扱えるようなタイプのものとか、手軽で簡単なもの、値段も安いものとか。で、銀座っていう立ち寄り場所、安い場所を選んで出店をしたっていうことですね。で、ここのポイントは何なのかっていうと、店舗がそのいかにもその登山っていうか、その専門店、私石井スポーツさんどこだっけな、お茶の水かなんかで昔見たことがあるような気がするんだけど、なんかね、車で買いに行くようなところの郊外型のところに店舗があったような記憶が割とあるんですよ。で、それでもいいんです。目的客はそこを調べて車でも行って、しかも大きいものとかドンって買ってくる可能性があるから、そういう店舗展開が正しかった時代もあったと思うんですけど、ビギナーの人ってそんな頑張って車運転してっていうよりは、手軽に見ることができて店舗に入りやすくて買いやすいっていうことの方が優先される可能性があるので、ちょっと写真とかちゃんと見てないんですけど、入り口とかも前みたいにこういかにも専門店みたいな入り口にしてないんじゃないかと思うんですよね、銀座だから。はい。なので女の人とかが、まあ、立ち寄りやすくて買いやすい、多分だと値段も安いんじゃないかなって思うんですけどね。前に扱ってた商品よりは専門性がそこまで高くない。ただ、ちょっとここで注意した方がいいのが、女の人の購買心理って面白くって、なんていうのかな、気に入ったものっていうデザインとか、まあ、あるとするじゃないですか。機能で買わないケースがあるんですよね。
まあ、私もそうなんですけど、機能で買わないデザインで買うっていう心が動けば価格のブロックが外れるので、これがその値段で売れるのみたいな、その人にとっての価値っていう、やっぱ女性の価値っていうのもまた男性と違ったラインであるので、どの価格帯が正しいのかっていうのは、エモーショナルにその人の心と感情を捉えることができればそれで OK っていうところがあるんで、まあ、女性の購買心理っていうのはある意味面白いし、まあ、ある意味まあ、いろいろとチャレンジもできる範疇ではあるんですけどね。なので、ここでのポイントは、そういった形で従来型の商品の展開も見直し、顧客層もがっつり変えて新しい展開で生き残りを図るということをしたというこの事実です。はい、これ前半のお話です。で、後半ですね。じゃあ教室業どうなんですかっていうと、飽和してる状態であるということは、以前のように普通にですね、例えば初心者から上級者まで全ての人の、パン作りの、喜びをお手伝いする教室ですみたいなことを書かれるとですね、今って細分化していて、情報もすごく外に出ているので、初心者は初心者の教室に行きたいし、上級者は上級者の教室に行きたいんですよ。あと叶えたい望みとか悩みがもっと細分化しちゃってるんですね。例えば、そうだな、お子さんがいる3歳児ぐらいがいらっしゃるようなお母さんが家族のために作りたいパンと、50とか60手前の、奥様がもう子供の手の離れて自分の趣味を満喫するための、例えばパンを作りたい教室とかっていうと、全くコンセプトがそもそも違うから、顧客対象が変わると商品が変わります。どっちから作っていくかって言ったら顧客から作っていくんですけどね、通常。はい、さっきの石井さんも石井スポーツさんも銀座っていうのを決めたのは、顧客をファミリー層と女性にしようと決めたから多分銀座にしてるはずなんですよね。はい、ですから皆さんの場合、自宅教室業だから動くっていうことはないにしても、今はオンラインで考えた方がいいので、オンラインって全国区なので、ますますどういう人のための専門教室ですよっていうことを言い切れないと、選んですらもらえないということになるので、これがリブランディングということになってきます。今までは、じゃあ例えば初心者向けの教室でずっとやってきたけれども、需要と時流と自分のスキルとか教えたいことが変わってきたから、上級者の人を教える教室にしよう、これもリブランディングですし、今までは一般の人だけを教える教室だったけれども、今度は講師の先生のための教室にしよう、これもリブランディングですし、場合によっては組み合わせでリブランディングですね。パン教室なんですけど、例えば私の例で言うとパン教室ですけど、写真もやっていたのでパンと写真を教える教室ということで、これもリブランディングっていうか、パン教室っていう概念をリブランディングした状態にはなってるんですが、組み合わせで価値を変える、習いたい人を変えるっていうことですね。ちなみにパンと写真の講座を作った時に、もともと持っているメインで集めていた7つの天然酵母を習いたいという方たちと、パンと写真の方たちって全く層が違ってたんですよ。両方習った方もいらっしゃるんですよ。だけどやっぱり7つの天然酵母を習いたい人っていうのはマニアです。やっぱ酵母が大好きだから7個のやつをやって、中上級者以上です。ニーダーを使いこなしたいっていうタイプの人たちなんで。でも写真とパンの方はどっちかっていうと、写真を習えてお昼についでにパンも食べれて、なんかパンの知識も慣れると嬉しいなっていうタイプの人が、写真に惹かれてくる人が多かったので、パン作りはやったことがないけどついてくるんなら嬉しいとか、あとまあパン教室とかは実際にやってるけど、写真もどういうふうにパンを撮ったらいいのかっていう、まあ、先生もたまに入ってきてましたけど、どちらかっていうと初心者が多かったのがパンと写真のクラスです。ですから来る人をもちろんある程度想定はするんだけれども、想定してない人が来た時には、その想定してない人に合わせて、また教室の、その講座の名前とか、紹介文章とかをリブランディングでまた書き直したりとかっていうのを繰り返して、一番ぴったりする人をバッチリ集めるっていう、まあ、そういうやり方になるんですけれども、これはその時代の変化を捉えて、やってる教室業っていう業態は一緒だったとしても、人を変えたり、まあ、場所を変える、まあ、オフラインとオンラインっていうのも場所を変えるっていうことにもなりますし、
あとはそうですね、対象を変えるとか、あとはリサーチとして障害になっていることを取り外すっていうことのポイントを見極める必要があります。例えば商品とサービスが良かったとしても、その顧客対象にとって近寄りがたい、ないしはサービスを確認しづらい状態の場所に自分がいる場合には買ってもらえないし、手に取ってもらえないんですよ。ね、だから今まで対面しかやってこなかった方がオンラインにするというふうになった時には、当然オンラインの世界では自分は知られてないんですよね。で、知られてないということは認知活動がまず優先されるということになります。人の購買心理というか、その人から物を買おうっていう時にまず認知です。認知活動を皆さんしないといけない、私も含めてです。自分を知ってもらう、自分の商品を知ってもらう、これが認知活動、SNS とかよく使うんですけどね。で、それを見て興味を持ってもらう、この人っていいかも、この講座いいかもっていう興味を持ってもらう。で、その後そのお客様が興味を持ったら調べ始めます。リサーチ、行動で動いて、例えばホームページ見に行くとか、この人ってどういう発信してて、どういう考え方の人なんだろう、ブログとか YouTube とか Facebook とか、いろんな媒体を見始めます。全部じゃないにしても、私が聞いた経験によると、私のことを探す人って結構いろんなサイトをね、ぐるぐる見てる人多いんですよ。一番気に入ったところに腰を落ち着けるみたいな、ブログを読むのが楽しいからブログみたいな方もいらっしゃるし、 YouTube これも結構しょっちゅう上げているので、 YouTube がいいっていう方は YouTube 上げたりとかもする方も、見る方もいらっしゃるんですけど、この人ってこういう人なんだっていうのを理解し始めて、でその後です。この人で本当にいいのか、私サービス商品買っていいのかみたいなことを考えると、今度競合他社比較始めます。ここ結構またポイントでですね、要はここで比較されても他と一緒じゃんってなれば落ちます。自分にとってピンポイントで素敵な商品を紹介してくれてる人からやっぱり商品買いたいので、だから専門特化していく必要が出ちゃってるっていう感じなんですよね。で、比較します。で、この人に決めた。で、そこで商品が買われる。まず、これが購買のプロセスになります。で、さらにその後のプロセスっていうのが、顧客化、長く顧客化、愛される、人になる、ファン作りっていうのは、またちょっと別のリピート対策の方になってくるんで、別のところなんですけど、まず購買のところはそのプロセスを踏むわけですよ。で、その購買のプロセスのところの、決めようっていうところのより近くにぐっと寄るところのハードルは、何がポイントになっているのかっていうのを見極める必要があります。これ例えばですね、私自分の場合はおおよそ分かっているんですけれども、今回また新たな発見があったので、それをちょっとお伝えするんですけれども、基本私を知ることができる状態、認知のところっていうのは、SNS の媒体で認知、あと友人知人からの、紹介とか、キーワードから私のホームページにたどり着くとか、いろいろな認知の、活動があって、その中の大きなものとして本っていうのもあります。本は全国的に書店に置かれているので、そこから私を知るっていうケースもあります。で、認知があって、で興味を持つと、私のさっき言ったみたいにサイトとか全部バーッと一通り見る方も多いです。あとはメルマガとかに登録される方も多いです。で、その後、メルマガとかだと、何社か取る方とか、3個5個10個とかいろいろあるんですけどね。で、メルマガを取って、どういう思想の人なのか、どういう人なのかっていうのを比較して、でその状態で一応私ってこういう人なんだって、日々日々届くメルマガを読みながら、って思いながら見てるんでしょうね、その時にね、他の人とも比較しながら。で、ある時に、例えば私がイベントレッスン組みます、ある時に体験会組みます、ある時にすごい安いモニター募集とかしたとします。で、その時にすでに認知をしていて、信頼関係もだいぶ構築されていて、この人ならこの感じだったらキャンペーンだし、お任せしてもいいなって言って、ポンって申し込みが入る。で、近寄るハードルは、おおよそこの人いいかなって思ってるんだけど、講座どうしようかなみたいな。だからきっかけをたまには与えないといけないっていうことですね。それが体験会になる場合もあるんでしょうし、そういったイベントレッスンとかのお誘いとか、特別割引のモニター生募集とか、それが多分きっかけになることが多いです。
で、それによって人が来るっていうことで、今まで割とよくやってたんですよ。で、今回新しい動きが出たのがライブです。ライブセミナーを4週連続やったんですけれども、私のクライアントさんと一緒に、まあ、成功事例の体験談を話すっていうライブセミナーをやったんですけれども、それによってですね、こういう動画って割ときちっと喋ってるんですよ、私。だけどライブセミナーは、まあ、これは私だけなのかもしれないですけど、お酒飲みながら割と喋るんですよね。仕事なんだけど、ここら辺はちょっとラフにしたいっていう私のポリシーがあるので、お酒飲みながらも喋る。で、その時にいろんな話を普通にこう質問とかも受けながらやるので、すごく気さくな人柄だっていうのが分かったとか、もっと厳しくて怖い人だと思ってたとかね、なんかそういう すごい、どういうふうにコンサルをされてる方なのかが分かりましたとか言って、ライブを見た方から感想が続々と届いたんですよ。メルマガ読者だったり LINE 読者の方からです。ということは、私それで気がついたのが、まあ、ライブは今後もまあ定期的にやっていくんですけど、素の状態の、要はきちんとしゃべる公の公的な私の姿では判断しきれない。だから踏み込んだ時なんか怖いかもみたいなのが多分あるのを、ライブ見て、あ、なんか気さくな人柄もあるんだっていうことで、ハードルがガッと下がって、それで申し込みがババッと増えたんですよ。だから、あ、そこハードルみたいな感じですね。まあ、確かに厳しめに見える、でしょう。はい、まあ、そういうキャラクターでもあるんですけど、だから私がそこで気がついたのは、そこでババッと申し込みが増えたっていうのは、その素の状態の、まあ、もうちょっと私らしさを出していくっていうのは、やっぱその実際の方たちと絡んでいく方がいいのだろうというふうに思ったので、なので、ライブを増やすことにしたんです。これ解決策。はい、そのハードルを下げるっていう意味で、だから、商品が良くてサービスもいいけど、躊躇しているお客さんがもしもいるとしたら、そのハードルと障害になってるのは何なのかって、この分析も実は必要で、そこが超えられてないがために、この人が自分のところに来てないという可能性もあるので、何かいつもと違う動きをやってみないといけない。人がいないとこに行く。今まで私はライブをやったことがなかったので、ライブをやるっていうことによって、ライブを見る人たちっていう層の人たちに私を見せることができた。特に YouTube ライブなんかは、1000人超えた後 YouTube ライブやってるんですけども、その登録をしてた方がいるわけですよね。で、その人たちが、登録をしてればお知らせ通知が来るから、ライブやるとなんかやってるなと思って見に来るっていうきっかけで、私を見ることも当然できるので、なんか、あ、そういう拡散の方法があるのねっていうことと、まあ、ライブは確かに今すごく有利なツールだよねっていうのは知っていたんですけれども、自分が実際にやってみて、反応が、人間性が分かった、要は私がどういう人だか分かったっていうのが一番こう決め手になるところだったっていう。だから待ってたんです。どうしよう、この人どうしようみたいな。そこのトリガー、ハードルを超えさせるきっかけになったのがライブだった。だからライブがきっかけなんだっていうのが分かったら、私は露出を増やすっていう意味でライブをやればいいっていうのが理解できているので、まあ、ライブの回数はめちゃめちゃ増やすわけじゃないですけど、それなりに企画があるんで。で、これみんなが多分やり始めます、ライブ。まあ今もだいぶやられてるんだけれども。なので、そうすると今度ライブの工夫とかがね、必要になってくるんで、それが次の課題になってきます。そんな感じでですね、リブランディングっていうのは、その時代の状況と情勢に合わせて、お客さんも変える場合もあるし、自分が露出する場所、出ていく場所も変える場合がありますし、あと障害になっているハードルを分析したら、それを解消するために自分が新しい行動をするっていうことも考えなくてはいけないので、教室業もその初心者とかっていうレベルとかね、上級者っていうその括りだけで済まなくなってきてるっていうことで、ちょっと企画のところは頭をひねらなくてはいけない時代に突入してます。はい、ですので、今までのように、そういった作り方ではうまくいかなくなってくるケースが増えてきます。なので、リブランディング、自分のブランディング、もしかして、対象者を変える、
レッスン内容ももちろん変える必要もある、掛け合わせをする、このあたりもやっていかなくてはいけないケースがあるということを、ヒントとして、きっかけとして考えていただければなというふうに思います。ということでまとめます。教室業が飽和しているこんな時代だからこそリブランディングの考え方を取り入れようの答えは、ご自身のやってきたことの核は変えないんだけれども、軸核は変えないんだけれども、時代の状況に合わせて、顧客ターゲット、サービス内容、露出場所、これを変える必要もある。そしてサービスの組み替え、掛け合わせももしかして必要になるかもしれないと思って、企画を再構築する時期に来てるのではないかというアドバイスでございました。はい、以上になります。それでは。